現在、消防総務課で勤務をしています。消防局の企画調整担当として、消防局内外の機関との調整や業務の企画運営に携わっています。また、より多くの市民の方に消防に関する情報を知ってもらうため、消防広報業務の企画や運営管理を行っています。消防士になる前はライフセーバーをやっていました。その頃から人の命を救う仕事に携わりたいと考えており、消防士を目指しました。広報活動を通して市民の方に消防の仕事のこと、火災予防や救急について市民の方に知っていただき、それらに対する反響があったときはとても達成感を感じます。また、組織や職員が抱える課題や懸案事項について、自分たちの企画やアイデアで解決できたときには、強いやりがいを感じます。消防士というと、火災や救急の現場で働く仕事というイメージが強いと思います。しかし、実際は私がいる消防総務課をはじめ、火災予防や警防事務、通信指令など実に様々な業務があり、その全てが市民の生活を守ることにつながっています。ぜひとも私と一緒に浜松市消防局で市民の安心安全のために働きましょう。やりがいはここにある。それでは会議を始めます。よろしくお願いします。